阪神1から0巨人、22日、甲子園球場。送りバントの判定をめぐって、巨人、菅野が怒りの表情を見せた。3回1死1塁で打席には才木、送りバントの指示で、2ストライクからの3球目にバットを出したように見えたが、判定はボール。さらに4球目のカットボールに送りバントを試みて空振りしたように見えた。苦虫を噛みつぶした表情を浮かべた才木は、 判定を待たずに一塁側ベンチに戻ろうとしたが、なんと判定はノースイング。まさかのジャッジにかんのは、嘘だろといった怒りの表情を浮かべ、三塁側ベンチの阿部監督は呆然とした表情だった。一度は空振り三振と観念した才木は目を丸くしながら打席に戻り、続く5球目に星前への犠打を決め、一塁走者の木浪を二塁に進めた。西二塁から近本が左前打を放って一三塁と好機は広がり、 中野が先制のミニ前的地打を放った。巨人はその後、6回無四万塁などの後期で決定打を書いて完封負け。菅野は今季最多の125球を投げ、8回1失点と力投したが、15勝目を挙げることはできなかった。右腕は試合後、判定に関して、やっていればいろんなことがある。審判の人たちだって大事な試合だって分かってるだろうしいろいろそういうものを考えるより、 頭を切り替えるることとに意味があると思う何百試合も投げて絶対ストライクだろ絶対振ってるだろということは何回も経験した。